チキラ、どうも、エタ14です。はい、今回は、ターンホール12のね、アタックを見ていきたいんですが、前回は最強×最強というわけで、天才系のアタックプラス、東海閉鎖型のクイヒーリガーっていうのをサムネに持ちつつ、天才のラバル、天才型ラバルですね、をたくさん見てったんですが、今回は、天才×天才というわけで、クランジを壊すような、クイヒーラバルをやっていきました。ちょっとこれ僕らしいと思いますよ。マルチ IT3 本がね、こうやって、置かれてる配置なんですが、こっちをクイヒーだけで全部、呪文なしですよ。呪文は、呪文ありなんだけど、レイジを先に使っちゃうので、レイジなしのクイヒーです。レイジなしのクイヒーで壊していくっていう、ちょっと面白いんじゃないかな、これは。そんなアタックをしてきました。まあ、早速見ていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、天才って自分で言ってるよとか、まあ、その辺はちょっと、まあ、そういうもんじゃんっていうところで、許してください。今回は、ここですね。クランジョとイーグル砲を、エアスイーパーを一気に壊していって、天才。はい、中心部を切り抜いてきました。で、このマルチ IT に対してレイジをかけて、このクロスボウとマルチ IT 両方を追っていきたいという狙いで打っていきますが、思ったより伸びなかった。マルチ IT の部屋に落とそうと思ったんですけど、ホーミングチェックしなかった、ホーミングとかどこにあるのかちょっと見てなかったんで、こうなっちゃいました。まあでも大体壊したいところは壊せたんで OK かな。はい、でクイヒーなんですけど、クイヒーパート、まずは、1層目ここ開けて、2層目ここ。1回、2回でここ開けて、入り口と出口を作ります。入り口、出口作って、ここの対空砲のとこを開けることで、マルチ IT3 本を完封していって、相手のクイーンまで召喚して、処理して。これを呪文なしで、レイジを使っちゃったんで、まあ、フリーズですね。フリーズで対応しながらやっていくって形ですが、クロスボウ4機もこっちサイドにあるんですよ。まあ、ただ、援軍処理も終わってるし、イーグル砲も飛んでこないし、まあ当たるのは1本ずつ、まあクロスボウが1本ずつ当たるし、逆サイドはキングで、レイジが使えないのでキングでタゲを取ってあげるって形ですね。ちょっとこの安いが厄介でしたね。まあヒーラーを飛ばしてくるのでやめてほしいですか。このクロスボウとかもタゲには入ってくるんですけど、しっかりギリギリまでキングのフィストを使わないことでタゲを取り続けてもらって誘導してきました。ここホーミングチェックのバルーンが永遠エアスイーパーに吹かれてたんですけど、できましたね。で、ここ次目入ってくれました。僕のイメージではくるっと回ってこっちに来る予定だったんですが、キングが若干殴ってくれたおかげと、まあスーパーボール一家の射程が長いのでこうやって入ってくれましたね。で、完璧なフリーズ、完璧ですね。このフリーズは完璧だってところで、一回フリーズを使って、あとはマルチ IT とこの辺をクロークで突破してあげます。この安いがやっぱずっと厄介だったな。ただここでギリギリなんですけど、なんとか勝ってくれました。ヒーラー5体つけてるんでね、まあ怠慢勝利してくれて、であとはもうラバルを増していくだけです。兵器が使えないんで、と呪文がもうほとんどないので、その辺はしっかり緩急つけて空を回せなきゃいけないんですけど、はい、フェイストかけてフリーズちょっと両方かからない。フリーズミスりましたね。どっちかでしっかりフェイストをかけてタウンホールまで届けて、トームここにかけたのはしっかり次のタウンホールまで見てるからですね。で、クイヒーパートに関してはもうほぼ完璧に仕事をしてくれて、まあ死んでくれてもよかったんですけど、まあ死ぬ要素がないので逆に言うと死なずにそのまま壁を殴って、あとはそんな感じですね。まあヒーラー4体とか3体でやっても別の配置ならね、やってもよか面白いかなと思います。まあ、今回はまあクロスボウ4機のあるエリアだし、まあ相手のクイーンも見なきゃいけないし、レイジも使えないというところで、ちょっと多めにヒーラー5体の選択だったし、まあラバルパートでのバルーンはそんなに必要ないかなと思ったので、こんな形でバルーンも残ってますしね、クイヒーも残ってますと。いいアタックじゃないですか、自画自賛。続いて、ガクラウス。これ、ガクラウスはどっちでしょう、ちなみに。ガクでしょうか、クラウスでしょうかっていうしょうもない問題なんですが、答えはクラウスです。クラウスなんですが、クラウスが天才系のラバル。クランジョを壊していっての、スーサイドラバルで前回は取ってきました。これもアプデゴならではのアタックですね。細かいんですが、ババでテスラチェック。初見のアタックなので、ババでテスラがないかなーってチェック。で、ババ2体でアーチャータワーのタゲを取りつつ、ウィザードを展開してサイドカットしつつ、途中でアイスゴーレムを盾にすることで、ウィザードを最後まで打ち返していく。この辺うまい。クイーンを使っていきたいところなんですが、ここはなんとキングとアイスゴーレムだけでタウンホールまで破壊していくとね、この辺細かなスケルトンチェックやらなんやらでこういう展開を生み出すことに成功しております。そうなると自由になったクイーンはどこで使うかっていうと、見切れてた12時分面で対空砲を追っていって、対空砲を追ったことでこのマルチ IT にボマンを刺しやすくなっていくと。
まあ、ホーミングチェックはした方が良かったですね。はい。キングは思った以上に伸びている。30% ですよ、ライトニング壊してヒーロー、2ヒーロー。ロイちゃんもいないのに 30% 超えてて。もうボマーだけでマルチ IT を突破することができました。この後、イーグル4行きそうですね。で、ここからのラバル、もうすでにこのパートでもうめちゃくちゃうまいんですが、ここからもしっかり呪文を的確に打っていくことで突破していきます。必要最、完璧ですね。ちょうどぴったりのバルーンがマルチ IT のとこまで誘導されて、この区画をヘイスト一発とフリーズ一発で乗り切ることに成功しました。で、まだラバが一体残っていると。で、最終地点、マルチ IT とテスラムリがね、9時に生えてきましたが、トームとフリーズヘイスト、そしてまだボマーが僕らにはついている。トルネードトラップがここに来て厄介なんですが、トルネ終わりのところにしっかりフリーズをかけることでマルチ IT を完封してきました。で、トームはまだ待って、しっかりトーム、ボマーから出てきたバルーンすべてにトームがかかるようなタイミングでできてからのトーム。いいですね。早く打ちすぎちゃうと、トームのかかってないバルーンがと、ボマーから出てきちゃうんですけど、この辺のタイミングっていうのは本当に完璧です。お見事、うまい。このスーサイドラバルはうまいですね。すごく丁寧。ヒーローパートもすごくうまいし、ソラパートもすごく丁寧。完璧と言っていいんじゃないかな。もう完璧なアタック。これ以上ないですね、この絵は。完璧です。次は、スーパーネクロを見ていきたいと思います。スーパーネクロなんですけど、これ、ベルプレードリーグの解説の時にも言ったんですけど、なんとね、タウンホール12で、タウンホール13のスーパーネクロと同じレベルのユニットが使えるって言うんですよね。びっくりしました。うん。まずは突撃艦イエティで6時面を切っていきます。大きくサイドカット。タウンホール13とタウンホール12で同じレベルが使えるってやばくないですか？冷静に考えて。イエティが1レベル落ちるんですよ。1レベル落ちても結構、レベル2のイエティですらタウンホール13の全開って昔は取れてたりするんですよ。なのにもかかわらずタウンホール13のカンスト村がスーパーネクロで全開を取ることができるにもかかわらずタウンホール12でも同じレベルのスーパーネクロが使えるんですよ。で、ここちょっとね、クイーンがどっか行っちゃってストライカーゾーンに入ってしまったのでクロークを使わされていきます。ストライカー強いですね、防衛軍で。ラバーを処理しつつ、まあ、イーグル4も飛んできたりするんですけど、イーグル4当たっても全然痛くない。で、タウンホールの爆破にもトムはいりません。うん、強すぎるからね、この人たち。まあ、一応 HP は落ちてるんですけど、まあいらないでしょ。しっかり中心部のもっと火力の高いとこでトムを使ってあげる。いいですね。クロスボウ、まあ、トルネードトラップもあってずっと撃たれ続けて、こっちは攻撃できないって状況なんですが、全てのスーパーネクロにもトムがかかって新しいビッグボーイを生み出してくれてますね。フルヘルスのビッグボーイがまたしても召喚されてって、大工でピョンと飛んで帰ってきて、かわいい。あら、かわいい。マルチ IT もすごく受け続けて、2本受けてるんだけど、全く減らないっすね。ヒーラーがしっかりスイッチしちゃうと、もうこいつら殺せないっすよ。しっかり、あとはね、時間切れとかになってくるんだけど、まあその辺はちょっと難しいところかな。投下弊社じゃないしね、特に今回は。突撃艦を使ったタイプなので、まあ、回収ユニットがほとんど出せないというところで、結構時間の管理は大事なんで、まあ、結構素早くもう突撃艦してすぐ空飛もほとんどやらずに突っ込んでいった形ですね。これちょっと終わった後どのぐらいの時間だったのか見てみましょうか。で、ここ永遠に撃たれ続けてるんですけど、ここ今までの例えばイエティ、カゴのなくなったイエティがこう壁殴り続けてももうなんもなんないですよね。なんもなんない。イエティ2体がここで殴っててもなんもなんないけど、スーパーネクロなのでなんとかなると。余裕の全開。この辺がスーパーネクロとイエティの違いです。最後の部分までしっかり仕事してるのがわかるでしょうか。まるでトッポ。時間に関しては2分30秒ぐらいだったので、思ったより時間には余裕がありましたね。はい、続いて17番ガクのアタックを見ていきたいと思います。今回はただのクイヒーラバルなんですが、そのクイヒーラバルにストライカーを採用しているというところで、ストライカーをどこで使っていくのかというと、ここですね。キングと当たる場面でストライカーを使ってあげることで、レイジだったりフリーズだったりを温存させていこうというプランです。まあ、ここでね、まあ、ウィザードを付け足すことでも、まあ、一応ギリギリ突破することはできるんですが、ウィザードよりもたった2枠を足すだけでこんなに余裕で処理ができて、なおかつ早い、めちゃめちゃ早い、一瞬で処理ができて安全、 HP も低くならない。これはね、ストライカー使う意味がありますよ。めちゃくちゃ完璧で、あとはもうこっからスーパーボールブレーカーでここを開けてあげて、
まあ、ちょっとね継ぎ目開けてったんですよね。ここ開けてきたか、うん、どうなんだろうね。継ぎ目開けたことでイーグル打った後クロス行って、多分こっち流したかったんじゃないかなって気もするんだけどね。これ昔僕があれだな、マイコー DP と対戦した時の13の配置を改良した感じかな。多分そういうのは13の配置12にしてる配置っていうのは結構多いですよね。でこの後継ぎ目が空いてるのでこっちのウィズトに行っちゃうんですよね。これ多分プラン通りではないと思います。ホーミングめっちゃ吸うじゃん、すごいな。でレイジでクイーンをしっかりフリーズもかけつつ処理をしていって、この後クイーンが壁を殴っていきます。でこの対空砲に対してはボマを使って突破、壁はなかなかいい位置を殴ってくれました。マルチ IT はボマのみで突破することができました。レベルも上がってるのでね、すごく刺さりやすいですね。でここで援軍処理のタイミングでしっかりレイジプイ、レイジです。ストライカーに関しては一瞬で処理が終わりましたね。まあアーチャーとセットにしちゃうとやっぱり移動速度が遅いのと、まあ、ソラエングにも反応しちゃうっていうところでストライカーほとんど仕事しないので、ゴブリンと合わせた方が足のスピード的には相性はいいかなっていう防衛援軍かなと思ってます。でラストマルチ IT2 個あるんですか。1本目をレイジフリーズで突破、マルチ IT の後にトルネードトラップあって邪魔なんですけど、なんとかヘイストでラスト駆け抜けてっての前回です。駆け抜けてって抜けてって抜けてっての前回です。まあ、今回ちょっとクイラバが多いのでラスト新要素はないんですけど、クイラバルもうちょい見ていきましょう。いい前回ですね。クロックを残してストライカーを使ったことで呪文に枠数に余裕が生まれたと、そういうアタックでした。とはい、ラストクイヒラバル見ていきましょう。まあ、これはね、ライトニングだったりストライカーだったりっていうのは特にないんですが、まあ、一応防衛援軍としてストライカーが登場します。相手ですね、相手の防衛援軍にストライカーが登場するので、その辺を見ていただけたら、まあ、よかった。クイヒラバルがね今回は多かったのでクイラバということで続きで見ていきましょう。しっかりフォーミングチェック成功。おっとここにもあるでしょうということで、しっかりフォーミングチェック、フォーミングチェック成功。テスラはギリギリヒーラーにはかかってないですね。スーパーブレーク、スーパーボールブレーカーでこの AT の前を開けていきます。しっかり3体目のフォーミングチェックなんですが、ここはさすがになかったようです。あれですよね、スーパーボールブレーカーって範囲が狭くなったんで、リクスケルトンと被るようなタイミングで出してもあんまり処理してくれなくなりましたね。少し範囲が狭まったのでジャストで出してあげないと、スーパーオールブレーカーを使った相手のリクスケルトン処理はなかなか難しくなりましたね。僕も結構そのタイミングっていうのは大事にしてて、リクスケ処理できるようなタイミングでスーパーオールブレーカー投げてることが多かったんですが、それが結構シビアに打っていかないと今後は狙えないというところで、まあ今まで狙ってた人もいると思うんですけど、まあその辺ちょっとタイミング変えてあげて、しっかりジャストで狙っていかないといけないっていうのが新要素ですね。で今回もやっぱりアーチャーなんですが、今回に限っては、あーそうか、射程がアーチャーより短いんだ。ストライカーアーチャーより前に出てきたので先に撃たれましたね。これゴブリンだったらこんなことないんですけどねって言い続けるよ俺はずっと。まあゴブリンだったら空攻めされた時にね出てこないっていうあれもあるけど、クイヒーだけ見るならゴブリンの方が絶対強いと思う。で空に関してはマルチ IT2 本を平行で受けながらなので結構火力的には厳しくなるんですが、ラストボマーを取っておいてタウンホールまで届けていってのしっかりしたトームで、ボマーが穴を開けてくれたので、まあ、一発で開くようになりましたね。タウンホール、この青壁に関しては元からだっけ。元からかもしれない。ちょっといや、まあボマー1本分しっかり残ってる前回ですね。まあ、タンホール12でレベル4、レベル4ほんと強いです。ボマーそう思う、本当にそう思う。13でも強いと思う。
はい、というわけで今回はタウンホール12での天才系のアタックだったり、スーパーネクラだったり、ストライカーをピンポイントで使ってったりと、まあ今までとは違ったタウンホール12の リプレイを中心に紹介していきました。めちゃくちゃ面白かったですね。まあもうすでにね、 CWL のミックスの方はグループリーグ突破が決まってて、まあ残りは1で抜きれるかどうか、まあそこの辺はまあ一応大事なんですけど、まあある程度みんな残りは自由にやってねって感じでもやってるので、まあ特にハグレとかだとランカー意識してる人とかいないと思うし、まあ僕もそうだし、なのでまあ普通にアップデコ来たんで結構面白い攻めやろうと思って、今回はクイヒーラバルだったり、まあタウンホール11の方ではね、クイヒーディガーと最強かける最強強そうだなと思って悩んだ結果それやってきました。まあちょっとね、新戦術とかいろいろ試して、まあ一発で試してみたんだけどうまくいかなかったりと、まあそんな感じでもうミックスの方の CWL っていうのも終わりが近づいてきて、あと1試合でグループリーグが終了です。試合の間隔がすごく長くて、タウンホール11だったりね、12の動画もかなり少なくはなってしまってはいるんですが、試合がある限り出せると思いますので、まあその辺お待ちにしていただけると嬉しいです。次回はタウンホール13の、この対戦からタウンホール13のまあ新しいアップデート後のアタックを紹介しようと思ってます。次回も合わせて見ていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。